あさり行くやん。嘘家族。ええ結構え振り返ってもう一回こうなんかないのないないのなかった。まあまあいいまあまあまあいいです。いいかまあいいやまあいい。はいはい。とりあえずうどんターニー。こちらがうどんターニーです。とりあえずまずはバンコクに移動します。すごいよね。あるこの感じ。ミクロネシアとか思い出す。外に貸してくれるの。気が出てる。はい。ということで着きました。スワンナブーム。はあ。美しいこの感じ。いいですね。さあここからですね、2時間ぐらい私あるんですよ。チェックインまで、チェックインまで2時間あって、発車までは4、発車飛行機の出発まで4時間あると。なんでちょっとスワンナブームのこの空港の中を探索していきたいと思います。かなりいろんな食べ物屋さんとかあるので、ここ出発の日4階なんですけど、3階に移動してちょっといろいろ見ていきたいと思います。マッサージ屋の隣に日本食レストラン。日本食は日本で食べましょう。結構有名な気がする。タイではいい。あーパッタイとかね。じゃあ原木これね、絶対またね、朝ごはん出るんですよ。ホテル便。変にご飯食べちゃう。でもね、ハイレストラン。コーヒー屋さん。はい、ということで私がどこに入ったのかお見せしましょう。美佐子さんが入ったのはこちらです。マッサージ受けたい。いや、とりあえず聞いてみよう。さあ、サージちゃん、あ、よやるー。この将来だな。おー、マミさんシップなテーだか。サムシップなテー、サムシップなテー。45นาทีอ่ะค่ะก็ได้ค่ะอ่ะก็ใช่ๆจะได้เป็นนวดไทยแล้วก็คอบาไหลตอนนี้ขึ้นได้เลยอ๋อเข้าใจตอนนี้จะได้กดได้หรอคะรอรอกี่นาทีไม่ต้องรอหรอคะค่ะไม่ต้องรอバイバーイ。あー気持ちいい。สวัสดีค่ะชอบกินอะไรมาเมืองไทยส้มตำเก่งมากเผ็ดไม่เผ็ดส้มชอบเผ็ดค่ะส้มตำมีสารจบจ้าแซ่บหลายจ้าจ้าแซ่บอีหลีแซ่บเลยほんとに気持ちよかったです。入ってよかった。ご飯食べてないけど。が4階に行くだけ。うん、大丈夫でしょう。行けます。チェックインします。地下です。いいですよここ。ということで最後はタイラーメンにすることにしました。こちら現地時間ですね、8時55分違う9時5分9時5分です。メイク落としを私中に入れちゃう持ってる。
コンタクトも外せるようにしてあるから、大丈夫じゃない？完璧。来ました。大変です。怖いかな。ありがとう。時間なので中に入りましょう。さよならタイランド、はい、ということで乗り込みました。ある日たくさん満喫しました。あとは日本に帰るだけです。帰ってすぐ仕事なんですが、はい、ということで1週間お疲れ様でした。これにてみさこのタイの旅は終了です。またね、バイバイ。